こんにちは、月島スタジオ代表の三輪雄二です。今日は、2024年の、10月に入りましたが、前回お話ししたのはですね、今年の夏7、8、9月とですね、3ヶ月間、映像の提供をしてきませんでした。その理由はですね、この暑さです。月島スタジオには今のところですね、クーラーがありませんので、夏の間は機能不全に陥ってしまったということで、もうこれは降参してですね、来年には、クーラー買おうかなと思っているんですが、それと同時にですね、お話ししたのが、私個人のですね、省エネ生活みたいなことですね。クーラーだけではなくて、50年前から車を持たずに、暮らしてきました。それから、テレビなんかもちろんありませんし、台所周りなんかに、電化製品というのは何もありません。若干の料理はですね、ガスを使って、すると。暖房もガスストーブを使うようにしております。そういう、テレビもラジオも何にもない生活なんですが、かといって待望生活というわけでもなくって、私の場合にはビデオだとかパソコンですね、映像制作とか、そういったことに関わる機材っていうのは、ふんだんに惜しみなく使うようにしておりますし、そういう意味では必要なところには資源を投入するけども、いらないものは、いらないというような生活をしてきてるわけです。で、今日はですね、そのついでに、なぜそんなことを考えてきたのかなというお話をしてみたいと思います。で、最初のきっかけなんですが、私が、学生時代を迎えた1960年の終わりからですね、70年の初頭にかけて、いくつかの大きい、出来事がありました。一つには有名なローマクラブが提案したですね、コンピュータシミュレーションによる成長の限界ということで、人口、食料、資源、そういったような5つのファクターをですね、にいろいろなパラメーターを置くことによって、ある条件の下では、人口が増えると食料が枯渇していくと。で、別の条件では産業を進行させると人口も増えていくけれども、今度は資源の方が枯渇して、それとともに汚染が拡大するといったようなさまざまなシミュレーションをしてですね、人類の未来というものを、シミュレーションしたと。で、これは今から見ると大変幼稚な、コンピュータープログラムなんですが、何しろまだコンピューターが身近にないですね、当時のことですので、ものすごい未来予測が出てきたということで、人類っていうのはこう自由勝手に、振る舞えるものではないんだと、こう一つの閉ざされた領域の中でですね、選択的に生きていかないと、その破滅を招くんだということが示されたという意味では、非常に大きな影響を与えたものでした。それからですね、やはり60年代末から70年代にかけて、あと2つ大きなトレンドがありました。で、一つにはですね、以前に語ったことがありますけど、バックミンスター・フラー、建築家であり、建築家ということは同時に思想家でもあったわけなんですが、この人が提案した宇宙船地球号というのが、その一つです。で、当時ですね、アポロ計画なんかの進展
でですね、まあ、月面着陸に、行くんだということで、その宇宙船のカプセルですね、それがまあ一つの閉ざされた系の中で、人間が生存していけるというようなことで、その資源が循環していくというような環境をで、まあ、私たちにとって宇宙船というのはこういうものかということが非常にあの身近になってきたわけですが、この考え方を拡張してですね、地球そのものが実は、宇宙空間にぽっかりと浮かんだ、宇宙船カプセルのような存在なんだということで、まあ、資源の出入りというのは太陽光以外の資源の出入りがないわけですね。でそういう環境の中で、まあ、ローマクラブのシミュレーションに見るようにですね、あることが成り立てば別のことが成り立たなくなると、そういう中でこう選択的に生きていかなきゃいけない、そういう閉ざされた、地球という中に私たちは生きているんだというようなことを提唱したわけですね。このバクミンスター・フラーについては、あの60年代末のですね、モントリオール博覧会において、フラードームというものを作ってですね、世界の注目を浴びたわけですが、これについてはこの月島スタジオの中で、電通の万博プロデューサーが見た60年代のアメリカという中にですね、まあ、あの私あの万博のプロデューサーであった私の父がですね、70年万博の調査のために、カナダのモントリオール博覧会を訪れていまして、その時に撮影したフラードームの動画なんかがありますので、その中で若干ご紹介しております。まあ、こういう宇宙船地球号という概念が一つ、それともう一つ同じ頃にですね、このジェームズ・ラブロックという方が、ガイア仮説というものを提案いたしました。これはですね、まあ、宇宙船地球号みたいな、まあ、それはそうなんだけれども、それはあの一つの、まあ、装置としての宇宙船のようなものではなくてですね、むしろその閉ざされた中で相互にこう影響し合って相互作用し合ってるような、そういう一つの地球という生命体なんだよと。でそれもあの太陽からの距離においてこう奇跡的にですね、生命体が維持できるような、環境の中に、置かれている地球という存在なんだというようなことをですね、提案いたしました。であのこのガイア仮説についてはですね、まあ、非常にこれは科学的な理論なんだということが言われたわけなんですが、そういう意味で仮説というふうに言われてるわけですが、理科系の、まあ、当時私の周りにいたですね、理系の人たちは、こんなのはあの科学でも何でもないと、一つの物語であり、まあ、あの思想ではあるけれども科学と呼べる、まあ、科学的な検証ができないという意味でですね、まあ、仮説と呼ぶにはちょっとふさわしくないんじゃないかというような話がある一方ですね、まあ、私の周りにいた当時あの文化系の人ですね、まあ、文学部で、思想をやっていたとか、あるいは、美大でですね、アートをやっていた芸術系の人たち、科学的なあの勉強をしてこなかった人たちの中でですね、非常にこれが科学的な理論としてもてはやされていたというようなことがあります。まあ、そこら辺の話もいずれ、詳しくしたいなとは思うんですが、
そういったようなガイア仮説というものが現れてですね、いずれにしても、当時私たちが考えたように、広大な地球、広くどこまでも続いていく太平洋、この広大な海だから多少ですね、人類の、出したゴミですね、そういったものを捨てたところでいずれ吸収して、きれいに浄化してくれる、そういう存在としての自然があるんだろうということを漠然と考えていたのがですね、実は工場廃液、工場からの煩煙、そういったものでですね、地球がどん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 汚されていくと、一度捨てたものが形を変えて我々の生活空間に再び戻ってくると、そして大きな公害問題というのがやはり60年代70年代に起こってきたわけですが、そういう現実を見るにつけですね、私たちはその宇宙船地球号という、あるいはガイアというですね、閉ざされた、空間の中で生きているんだということを、非常に実感させられたということで、こういう思想が広く浸透していったと、そういう時代だったわけです。さてですね、そういう時代を経てきた私がですね、今考えているのは宇宙船地球号ならず、シャボン玉地球号という、あるいはシャボン玉の膜地球号というような概念ですね。これをずっと考え続けてきたわけです。どういうことかという説明なんですが、これは私たちの生活空間というのは、どんなものかというと、山があり、その空に雲が流れて雨を降らせると、その雨がですね、森や畑を養い、人間の生活空間の中を川となって流れてですね、都市生活を潤して海へと流れ込んでいくと、注いでいくと、そうすると今度はこの海の水というのはやはり太陽光線に温められますから、これがまた上昇気流に乗っかって、空に、戻っていくという、こういう大気の循環があると。そして、太陽によって蒸発した空気が、水蒸気がですね、また雨となって山に、降り注いでいくという、こういう循環系の中で私たちが生きていると。そうするとですね、私たちの生活の範囲っていうのは、どんなに高く行っても、5000メートルまでは行かないわけですね。5000メートルよりもっと低いところでこの大気の循環というのは成り立っているということで、その上にはオゾン層なんかがあったりですね、飛行機は1万メートルとか、いうところを飛んでるんですが、それは生活空間とは言えないわけなので、どう考えても人類の 99% 以上はですね、ここの3000メートル、4000メートル、5000メートルといったような地上の空間で生きているわけです。で、一方ですね、地球には人間の生活に関係するものとして資源が、埋まっているわけですが、この資源を掘り出すにしてもですね、やはり1000メートル、2000メートル、3000メートルといったようなところがせいぜいで、人間の生活空間に関わってくる地下、地球の地下というのも、とても5000メートルまでは
及ばないような範囲の中に、あるわけですね。海も同様です。5000メートル、1万メートルの深海なんてのもありますけれども、私たち人類の生存に関わってくる漁業とか、その水産物、資源、そういったものの存在を考えてもですね、地面より下もやはり、5000メートルぐらいが、まあ、人間の生活環境に影響を及ぼす範囲だろうということを考えるとですね、人類の、まあ、99.999% 以上はですね、このプラス5000、それからマイナス5000、合わせて1万メートルのですね、垂直方向の空間の範囲内で、暮らしているんだと、その中に生活圏というのが存在するんだというようなことですね。こういうことをまあ考えたわけです。で、そうするとこれをですね、もうちょっとこう理屈っぽくなっちゃうんですが、地球というものが、地球のまあ直径というのを考えると、これがですね 12,740km なんだそうです。で、そして今私が生活圏 5000m プラス 5000m と、つまり 10km といったのはですね、まあこの12,740m に対する 10km ということですから、比率的には1,274:1という比率になるわけです、計算上ですね。で、これをもうちょっと分かりやすくするとですね、単位をこれ、センチに置き換えると、地球の直径が127センチだとしたら、私が今、言った1万メートルの人間の生活空間というのは、この縮尺では1ミリに相当します。そこで、出てきたのがシャボン玉という概念です。で、ちょうどですね、小学校3年生ぐらいの子供ですね、まあ、3、4年生ぐらいの子供が身長127センチぐらいに、なるそうなので、その子供の身長と同じぐらいの大きさのシャボン玉をですね、仮に考えるというと、そのシャボン玉のですね、膜が仮に、1ミリだとしましょう。そういう、シャボン玉が存在するということと、頭に描いていただけると分かると思うんですが、このシャボン玉においてですね、1ミリの厚さの膜の中に人類のすべての生活空間が入ってるわけです。地球というのはそういうものだと、地球上に生きている私たち、人間、あるいはですね、この我々人間も含むと、すべての動植物を含むようなですね、空間というのがすべてこの1ミリの膜の中で営まれていると。で、この中で我々はそこ、まあ、相互作用して、まあ、環境というものを形作ってるんだよというようなことを考えるとですね、これは、まあ、まさにこれが宇宙船地球号であり、そしてこの膜こそがガイアそのものであるということを言ってもいいんじゃないのかなと、いうことを考えるとですね、非常にまあ、切ないというかですね、なんというこう儚げな
世界の中で私たちは生きているんだろうということで、もう皆さんもあの町で小学校の子供を見たらですね、その子を包み込むような一つの大きいシャボン玉というのを考えてください。で、そのシャボン玉が地球だとすると、私たち人類のすべてですね、もうそれこそ海から山から、雲から空気、太陽、そして、まあ、戦争もですね、またその1ミリの膜の中で営まれているんだという、こういうことを考えると、まあもう科学とかなんとかそういう話ではなくて、そんな理屈抜きでですね、何かものすごく愛おしくて儚くって、大切にしなきゃいけない存在としての、本当に薄い存在としての人間の生活空間という視点で見た地球というものがですね、まあ、頭に浮かんでくるわけです。まあ、私も昔からそういうことを考えていたわけではなくてですね、まあ、ちょうど今回いい機会なんで、ちょっとこういう数字的なですね、裏付けというのを取ってみたんですが、こういう地球という儚い存在の中で生きていく人間としてですね、やはりできるだけ環境にダメージを与えない、つまり、そんなに贅沢に資源を乱用するということのないですね、そういう生活スタイルを、まあ、学んでいきたいなというのが、まあ、私の省エネ生活の一つの裏付けとなっています。まあ、今日はなんとなくですね、この夏の経験からですね、思い出したそんなような話をしてみました。いずれにしても環境という問題はこれからもですね、様々に、捉え直して、考えていきたいなと思っております。今日はこの辺にしておきます。次回どんなお話をするかは、まだ決めておりません。それではどうもありがとうございました。